はい。それでは、二次方程式の解き方をやっていきたいと思います。まず、最初なんですけれども、これね、x2 乗イコールの形にしてね、あの、解いていきますので、マイナス7をね、右辺に移行させてあげてください。まずは、x2 乗イコール7という形ですよね。この形作ってあげます。で、ここから解いていくんですけれども、今回、x2 回かけて7なんで、x っていうのはね、 えー、ルート7とマイナスルート7なんて、まあ、平方根の考え方を使うんですね。2乗して7ってことは、まあ、これはね、ルート使ってルート7とかマイナスルート7って書けるので、下がって答えはプラスマイナスルート7ってことになりますね。こんな風にしてやっていきます。はい、2番目。これも一緒ですね。マイナス36右辺に移行して、まずは x2 乗イコール36っていう形を作ってあげてください。 で、x について解くので、x イコールになるんですけれども、2乗して36だから、まあ、今回はね、6の2乗で36、マイナス6の2乗で36ってことでいけるんで、プラスマイナス6で OK です。ルート使わなくていいですね。はい、3番目。もうね、x 乗イコール9っていう形に作れてるんで、x は、まあ、2乗して9いうことはもう3かマイナス3ですよね。 なので、プラスマイナス3ということになります。はい。次行きましょう。はい。こんな感じですね。これは、まあ、とりあえずね、うん。まあ、x2 乗イコールに、まあ、していくのが目的なんで、うん。マイナス98先に移行させてね。うん。ゆっくり焦らず行きましょう。2x2 乗イコール98ですよね。はい。で、ここでね、えー、2が邪魔なんで、2で割ってください。 2で割ったら、こっちも2で割れば、えー、問題ないんでね。両辺2で割ります。2で割って、こうですね。右辺は、4 9 8 2で割ったら49ですね。はい、こうしてあげてください。はい、そしたら、えー、2乗して49ということは、7とマイナス7なので、x は、プラマイ7ってことになるわけですね。はい。 で,では、こちらなんですけど、一緒ですね。まず、マイナス60を移行させて、こうしてあげると。はい。で、両辺、これを3で割ってもらって、こうですね。方法うう、こんな感じですね。で、今回、2増して20はね、まあ、さっきみたいな、まあ、3とか、まあ、7とか、みたいな感じできないんで、うん。 ルートを使いましょうね。えー、二乗して二十ってことは、x はプラスルート二十とマイナスルート二十です。なので、プラスマイナスルート、ま、二十なんですよね。うん。でも今回ね、見てくださいね。ルート二十ってね、もう少し簡単に表すことができますよね。なので、こういうときは素因数分解ですよね。二十をこう、どんどん粘っていきましょう。素数でね。 やっていきましょうね。2で割って、2で割って。はい、5になったんでね。もうおしまいですね。2×2×5。すなわち、2の2乗かけ ×5 だから、これって2ルート5ですよね。で,でね、2の2乗かけ ×5 だから2、2ルート5に直すと。x は、プラマイ2ルート5ってことになります。はい。じゃあ、6番目いきます。うん、まずは、マイナス25を交差して、ゆっくりいきましょうね。こうですよね。 はい。で、X2 乗にするために4で割る必要がありますね。なので、こうなってくるはずです。はい。えー、これね、意外といけますよ。このままね。はい。X は、2乗して4分の25ってことは、これ、分母をね、4にしようと思ったら 2×2 ですよね。これは 5×5。ってことは、2分の5なんです。 ね。2分の5かけ2分の5は4分の25だから。えー、四分、2分の5とマイナス2分の5っていうのがね、X になってくるはずですよね。プラスマイナス2分の5が答えです。はい。はい、続7番目。はい。カッコ X3、カッコ閉じ2乗引く5以降0なんですけど、まあ似た感じはですね、2乗あるんで、カッコ2乗になってるんでね、とりあえずマイナス5を右辺に移行させてください。 あと、結構間違えんのがね、あの、展開しちゃう子いるんですよね。これ、計算して x2 乗足す 6x 足す k みたいなね。展開しちゃう子いるんだけどえ、そんなことはしてはいけないですね。あの、せっかく括弧二2乗になってるんだから、え x2、ー、乗イコール7とかやったら、解けるわけですからね。うん。だから、マイナス5を移行させてしださい。展開しない。これポイントですね。展開しない。括弧の2乗のままです。 マイナス5だけ右に交差して、こうしたってくださいね。うん。で、え、に、ここでね、ポイントなんですけど、この x た3を2乗して5になってるわけだから、うん。この x プラス3っていうものは、ルート5か、マイナスルート5なんですよ。ね。x プラス3がルート5だったら、2乗したら5ですよね。もしくは x プラス3が、 マイナスルート5だったら、やっぱ2乗していこう。ということなので、このカッコと2乗を取ったっていうことでね、カッコと2乗だけ取ってもこうしちゃいます。カッコの中身だけ書いちゃうってことね。これが、プラスマイナスルート5ってことなんですよ。いいですか。カッコと2乗、二乗取ったら、ね、えー、ルート5とマイナスルート5ってことだから、この式にしてください。いいですか。 あとは、このね、えもう、こんだけなかったんで、括弧2乗ないんで、プラス3を移行すればね、答えなんですよね。うん。で、この3の位置なんですけど、この、プラスマイナスするところの後ろにつけても、まあ、意味はいいんですけれども、前に書くね、ようなことが、答えが多いんで、あの、プラスマイナスするところの前にね、この3移行したものを書いてください。移行すると、マイナス3になるので、マイナス3。 プラスマイナスルート5。これが答えになります。はい。では8番目やっていきたいと思います。そうですね、展開しないでくださいね。このまま行きます。はい。2乗して16だから、x イク3っていうのは、まあ、こう、四死1とマイナス4かマイナス四1 6なんで、x イク3は、プラマイ、もう4ですよね。ルート使わないですね。はい。で、マイナス3を、 移行させてプラマイの左にね、さっきみたいにね、プラマイの左に、プラマイルートの左に書くんで、プラマイ4の左にね、マイナスは移行したものを書いてくださいね。移行したら符号変わるんで、3プラマイ4になります。で、これでね、今回ね、あの、さっきはこれで終わりだったんですけど、これ答えなんですけどね、うん、マイナス3プラスマイナスするとこ、答えだったんですけど、これはね、あの、これで終わらないですね。なぜならば3と4個させますから、3-4これちゃんとね、 計算できるんでね。今回は計算、こっちできなかったけど、こっちできるんで、ちゃんとそれぞれね、計算します。はい。3たす4は7です。もう1個で、ね、答え書くから、こんまりね。で、3く4は、マイナス1です。こんな風に答え出てくるわけね。では、ラストいきます。はい。6かっこ x、x たす4、2乗イコール36。うん。これも絶対展開しないですね。まず、この、左にかけて6邪魔なんで、 両辺を6で割ります、はい。左辺6で割ったら、この6が割ったら消えますから、x+,4、かっこ閉じる2乗ですよね。で、36を6で割って、6ですよね。まずこうしましょう。そして、x+,42 プラス乗して6なんだから、このかっこの中の x+,4 プラスというものは、ルート6か、マイナスルート6なわけですよね。 だから、カッコ2乗を取ってやって、x プラス4はと考えましょう。プラスマイナスルート6ってことですね。大丈夫ですね。これを、x プラス4というものを、まあルート6。あるいは、マイナスルート6だから。2乗したら6になるわけだよね。ということで、こうなってくるよと。あとは4を移行すると。プラマイルート6の左に書いてあげてね。ということで、x はマイナス4、プラスマイナスルート6と、 なるわけです。はい。えー、クサイズ A の方は以上です。はい。それでは、クサイズ B の方を解いていきますが、えー、A 終わった後ね、えー、必ず一旦止めてもらってね。で、自分でエクサイズ B やってみてくださいね。で、やり終わったら、再生して、解説聞きながら丸付けの方をしていってください。はい。では、えー、解説の方にしていきますね。はい。これは、マイナス50を移行させて、 まずは x2 乗イコール50という形を作ります。そして、x を2乗して2回かけて50なのだから、x っていうのは2乗して50、つまり50の平方根ってことになっていきます。だから、まあ、2乗して50っていうのはね、整数が見当たらないので、そういうときは、ルートという記号でね、表すんでしたね。で、必ずマイナスルート、マイナスでもプラスマイナス2つあるんでね、 マイナス2回かけてもプラスになるわけだから、2つ出てくるわけですえ。プラスマイナスルート50ですね。だけど、まあ、50っていう数字は、まあ、気づいてると思うんだけど、簡単にできるんで、まず素因数分解してね、2乗になっているところを探っていきましょう。まず2で割って、25。まあ、素数で割っててくださいね。で、今度素数は5ですね。5で割りましょう。こうなった。もうまず素数なんで終わり。2×5×5 です。 ということは、5×5。5の2乗をかける2ってことですよね。ということは5、5ルート2っていうことになってきますね。プラスマイナス5ルート2です。はい。2番目いきます。まずは、x2 乗以降の形を作るから、マイナス49を移行させて、こうしましょう。で、2乗し49はね、もう7とマイナス7なので、x は、プラスマイナス7で OK なわけです。 はい。3番目いきましょう。2乗して16って言ったら、もう4とマイナス4ですよね。うん。もういきなり出ますよね。プラマイ4。4とマイナス4いうことです。はい。4番目いきましょう。これは、まずマイナス100を右に移行させましょうね。4x2 乗イコール100になります。で、えー、この4が邪魔なんで、4で割りましょうね。 4で割ったら x2 乗。じゃあ右辺も4で割ってください。どっちも4で割る、ね。左辺も右辺も4で割るから、イコールは成り立つので。どっちも4で割っていただいて、ね、こうなってくるはずです。はい。で、x を2乗して2回かけて25ってことは、まあ5、5二十5あるいは、マイナス5かけマイナス五で25なわけです。なので、ここで2乗を取った x ね。2乗を取った x というものは、プラスマイナス5ということになるわけです。 はい。では5番目いきます。これも一緒ですね。まずはマイナス48を右にこうさせてあげましょう。2x2 乗イコール48ですよね。そして、2が邪魔なので、2で割って、右辺も2で、どっちも2で割りましょうね。そしたらこうなっていきます。はい。じゃあ2乗して24ということは、これはルートを使って表せばいいわけですよね。2乗を取って x にしてください。 二乗を取っていくしくださいで、これはね、もう2乗して24は整数がないので、ルートで、プラスマイナスルート24です、はい。あとは24をね、素因数分解して、2乗を探っていきましょう。2で割っていって、これでこんな感じかな。そしたら、ここでね、2の2乗がね、できてます。これはもうかけて6にしときましょうね。ペアがなかったんでね、2の2乗かける6。<laughs> ということは、x はプラスマイナス。 2ルート6ってことですね。2の2乗かける6だったんで、2ルート6ってことですね。はい、6番目。はい。これちょっと同じかな。まずマイナス7移行しましょう。9x2 乗が7ですよね。そして、両辺9で割っていただいて、x2 乗が9分の7まで表せると思います。はい、こっからですね。はい。2乗して9分の7なんですけど、 うん。この分母の9はね、3×3 でいけるんですよ。でも分子の7が、うん、やっぱね、整数がないんで、やっぱルート 7× ルート7になっちゃうんですね。ということは、こうなるの分かるかなプラスマイナス。分数。分母は3でいいんですよ。サザンが9だから。分子は、やっぱルート 7× ルート7にしないと7にならないので、ルート7なんですね。これは答えです。 プラスマイナス3分のルートなんですよと。はい。では7番目いきます。これはカッコ絶対展開しないんですよね。カッコ二2乗のままでいいです。まずマイナス50右辺にこうしていただいて、こうしてくださいね。うん。そして、ここでカッコの2乗取っていくんですけど、x プラス5というものをね、2回かけて50なんだから。 えー、2回かけて50ってことはね、えぇ、ー、X プラス5っていうのは、まあ、プラスマイナスルート50なわけですよね。うん。50の平方根だから。二乗して50ってことはね、平方根求めればいいんで。カッコの二乗を取った X プラス5、すなわちカッコの中身ね、っていうものは、プラスマイナスルート50なんですよ、ということです。はい。そしたら、まあこれはね、そうですね、まずは、 もう簡単しちゃいましょうか。これ50簡単できそうなんでね。2で割って、25。で、5で割って、まあ、5ですよね。5の2乗角けになっているので、これ5、5ルート2ですよね。x プラス5は、プラマイ5、5ルート2です。はい。最後は、このプラス5右に移行してもらって、こ出てきます。x は、プラマイ5、5ルート2の左に書いてくださいね。マイナス5、プラマイ、 5ルート2ですねで。これ足せないし、いけないっていうかね、これでまとめれないんで、これ答えですからね。マイナス5プラマイ5ルート2って感じですね。はい。じゃあ8番目いきます。ね、これも何度も言いますけど、2乗展開しないね。もう、2乗イコール36なんだから。えー、x イク5っていう括弧の中身はもう6かマイナス6なんですよね。6636かマイナス6かけマイナス6で36なので,で、ここで括弧二2乗取って、x イク5は、 プラスマイナス6なんですよね。あとはマイナス5を右にこうしてもらって、x は5プラスマイナス6です。うん。ねそしたら x は、はい、こう足して、5足す6で、ね、足せるんでね、今回はね。整数同士なんで。5足す6、11。うん。で、5-6も計算できるんで、マイナス1ですね。これ答えです。はい。 ひめきますはい、まあ、これはね、やっぱり括弧取らないと両。左も右も5で割ってね、5で割ってしまって、こうしちゃいましょう。かっこ x イ7の2乗は4にしてしまいましょう。いいね。そして、2乗して4。これもね、まあ、2人が4、マイナス2かけマイナス2で4なので、ここでかっこの2乗を取ってもらって、こうしてね、プラスマイナス2にしてください。 はい。あとはマイナス7移行させて、X は7プラスマイナス2ですよね。いいね。そしたら最後、X は足して9。そして7引く2して5ということになります。はい。以上です。